ベブドイツ・シャルプラッテン・ベルリンは1947年2月3日に設立されたドイツ民主共和国のレコードレーベル。1946年から1989年までドイツ・シャルプラッテン・ベルリンはドイツ民主共和国唯一の国営音楽出版社、レコード製造業者であった。クルトマズが指揮によるライプツィヒゲバントハウス管弦楽団や ヘルベルト・ブロムシテット式によるシュターツ・カペレ・ドレスデン、オトマール・スー・イドナー式によるシュターツ・カペレ・ベルリンや、シュターツ・カペレ・ドレスデンなど、当時の東ドイツが誇る、数々のオーケストラのレコードを発売していた。なお正式社名は、ベーブ・ドイチェ・スコール・プラットンであるが、ベーブとは、東ドイツの人民所有企業という普通名詞であり、社会主義国である同国の多くの国有企業に、 使われていたが、日本ではこれを固有名詞と誤解し、登録ウェブという誤った略称が行われていたこともあった。ジャンルごとに6つのレーベルが作られ発売された。クラシックレーベルであったエーテルナは、1991年以降ベルリンクラシックスとして、エーデルミュージックから発売されている。また、日本でのドイツシャルプラッテン音源は、 特マジャパンコミュニケーションズ、キングレコードから発売されている。2013年からは、キングレコードが1 9 2 k h z 2 4ビットでのデジタルリマスター配信を行っており、E、音響ミュージックストアで購入することができる。1960年代より、電音、CBS ソニー、テルデック、EMI、フィリップス、ドイツグラモフォンなどの西側レコード会社とも、 積極的に共同制作を行っていた。ドイツ・シャルプラッテン・ベルリンは、東ベルリンを中心に、ライプツヒ、ドレスデンの教会内を録音スタジオとして、使用していた。東ベルリンのオーバシェネバイデのキリスト教会では、シュターツ・カペレ・ベルリンの録音が数多く行われ、ドレスデンのルーカス教会では、数多くのシュターツ・カペレ・ドレスデンの録音が行われた。ありがとうございます。